はい、クイーンです。出ました。登場から素晴らしいね。これは誰のアイデアだったっけな。あ、たくみくんが発案したものを、まあ僕が多少改良はしたのか。ちょっとなんか足し算していたから、ちょっと僕が引き算したみたいな感じかな。うん、出た。体がごついからよりおもろい。より、あの、外人、アメリカ人感が出る。そうそう、これだからね、最初僕がやれって言われたけど、俺じゃ受けない。これは俺ちっちゃいし、たくみくんだからおもろい。これはな、フレディ感が出てるもん。ごついの。あー、みんな振りが大きくていいよ。ナオキングもいいよ。そうそうそう、いいよいいよ。この胸のこれが、これがいい。なんて熱い胸板。俺じゃ無理だよこれ。よし、クイーンパフォーマンス10点、素晴らしい。でもほぼダントツだったな、パフォーマンスはな。よーし、今度は素晴らしい、素晴らしい。まあこの曲やっぱ有名なんやね。よかった、みんな知ってて。あ、よしよし。一応この間にメンバー紹介しようと。ピアノが、左ね、か下手、よしゆきくん。去年か今年ぐらいに何度か出ました。いろんな楽器できるセンスとても高い子です。で、ギターまゆみん。前回マカロニ、あ、だから僕のボーカルで2連続ですね。またありがとうございました。この子も新人限定からの、あ、そう、ここここもまたナオキングがあのリハで仕込んだのをミスったんですよ。で、ドア玉も忘れてて、もうここで入らなきゃダメなんだけど、一回止まっちゃうんだよね。なーも覚えてない。せっかく作った流れを全部ぶった切って。で、ここを本当は厳しいく言おうと思ったんだけど、僕もねミスりました。今回リハで仕込んだ仕掛けを僕が見せてしまって申し訳ない。だから今回僕強く言えません、すいません。もう何の言い訳もありません。僕が、忘れてたし、認識が甘かったです。意識が甘かったです。すいませんでした。まあ一応もう一回言っとくね。全員に、もう自分にも向けて言うけど、曲の演奏なんてのはね、そのみんなやってくるのは当たり前で、それ以外の仕掛けをどんだけ作るかがライブ。それを合わせるのがリハーサルなんですね。うん。でも毎回毎回リハのたびにそこ忘れてる。はい、もう一回やり直しみたいなことがあって。前日うちに集まってやった時もまたそこを飛ばしててみたいな。そこやんなきゃダメなんだと何回も厳しく言ったらどうしても伝わんない。で、やっぱり案の定本番でもミスる。うん、リハやった意味がないっていうとこを自分もやっちゃった。すいません、言い訳がございません。そう、申し訳ございませんね。言うの丁寧語が申すだから、申し訳ございませんっていうのは言い訳がありませんってこと。申し訳ございませんって謝ったら、その後何も続いちゃダメなのよ。うん、申し訳ございません。でも、っていうのは、それは申し訳だから。うん、言い訳だから、うん。言い訳がございません。すいませんでした。だから、この、今回のメンバーが音家族にいるうちは、僕は、あの、同じようなミスがあった人にも強く責めれません。みんなが、例えば、ね、全員が、もういなくなって全く新しい時代になった時に僕はなかったかのように言います。
お前らほらーっつって。なんか横に濃いのがおるの。いいよ、すごくいい。ギターソロいいね、うまいのよ。たくみくんほんま、あの、今だ1年目よ、この子。そこらの3年5年のやつよりよっぽどうまい。ギターもベースも、ドラムも、まあ歌も今回軽く歌ってね、うまかったし、全部センスあります。この子も僕まあ年齢ね倍以上だから、歴が違うから なんとか勝ってられるけど、もう同じ歴なら速攻やめてるよ、ギター折ってるよ。しかもキャラもいいしね。まあなんか本人は多分そのお笑い系に走りたくはないんだろうけど、あの基本クイーンバンドってフレディの真似で笑かすのが定番よ。大体どこ見ても。これも知り合いのおっちゃんとかでクイーンロックスっていうクイーンのバンドずーっとやってる人がいるけど、やっぱそこは定番よ。あのもみあげと、もみあげ、あ違う、それプレスリーだ。なんだ、胸毛と、うん、キャラとあの動きなんかこういうなんか、そう、たくみがやったけど、なんかそうそうそう、で笑かすのが定番です。よしよしよし、さあさあ点数入れようか。やりづらいの。あー、動員が、あらららら、そうか、ゼロではないけど、まあじゃあ動員ポイントは最低点の1ポイントっすね。ここだよな、やっぱな。うん、なるほど。そうそう、言ったもん勝ちやから、決してそうではなくてもそう言っちゃえばいい。今ならやります。おお、簡単です、皆さんも参加できます。僕が言ったことを実行するだけです。おお、それでは僕が合図を出したら皆さんも同じ。キャラクター的にはたくみくんが MVP だね、モーストバリアブルプレイヤーだね。今回2バンド出て両方とも特にクイーンの方をパフォーマンス点満点に導いたのは完全に匠くんやな。これがやりたかったよな。多分この時点で歌うまいよね。よっしゃ、気が済んだ。そうそう、これはあの最初トークルームだったかな、リハだったかな、そのやりたいって言われて、まあまあそのやるなという気もないやればいいんだけど、そのうまくいく前提で考えない方がいいと、それを伝えた、うん、うまくいくかもしれない、もちろんね、でもうまくいかないかもしれない、うん、どうやったらうまくいくのか、もしくはどうやったらうまくいかないリスクを減らせるのかって考えてからやった方がいいよっていうことをね、うん、元家族のみんなはみんな優しいし、みんな知り合いで友達で仲いいからやってくれるけど、うん、あーミスった、ごめん、はい、すいません、俺がミスった、匠くんに、あ、違いますよ、止められた。すいません、お前すげえな。あれ、何の話だった。あ、まあいいや、じゃあ演奏面いとこうかな。まあここもまあまあ高いぞ、演奏面。
あーそうね、穴はないもんな、全員ちゃんとできるメンバーで。たくみくんがもうなんかその大御所感出てるけど、言うてもまだライブ2回目3回目で、ギターこんだけうまいもんな。うん、ちょっとここは高いな。うん、ベビメタ10だもんな。8、よし、 OK、 点数出ました。後で発表します。うまいな。さあ、そしてケイスケ君がワンオクから引き続き、次はベースでございます。まあ彼も音楽的センスがあるからな。あとちなみにマユミンもあのギターまだ初心者でね、今まあもうだいぶうまいけど、歌超うまい、この子ビビった。吉幸君もなんかね、今回のメンバー全員センスある側に生まれた子らなのよ。このちょっと残酷なようだけど、音楽はセンスやっぱだいぶ大きくて、うん、ほんとこれ言ったらもう身も蓋もない元も子もないんだけども、センスない人が1年練習したのと、センスある子の1週間とかで抜かれちゃったりとか、ほんと俺もう死ぬほど見てきた、それは。うん、音家族でもだし、自分自身も両方経験があるというか、その僕が自分がセンスあるないじゃなくて、例えば自分よりセンスがある人が僕よりも圧倒的短い期間で僕を抜いていってしまったこともあるし、で逆に僕よりも全然センスない人、歴が長い人を僕が一瞬で抜いちゃったこともあるし、これはもうしょうがないです。うん、ただその音家族ではそれは関係ないというか、もちろんセンスない子でも十分同じ分だけ楽しめるし、センスない子の方が上手くなった時の喜びが大きいと思うんですよ。センスあるやつが1週間で通り過ぎちゃうことを、その子は1年間楽しめる、うん、っていう意味ではね、やっぱ努力をして掴み取った時の感動っていうのは大きいから、そこを楽しんでいただければとはもちろん思うんですが、ただ今回このメンバーみんなセンスある側で、みんな上手い。というわけで演奏点8位ですね。でかといってそのみんな歴が長いわけでもないのよ、なのにうまいからちょっと点数高めでございます。はい、歴はやっぱね、歴は暴力だよ。うん、今回でいうと僕とか、あのギターの福井くんね、バウンディの福井くんとか、あのヒロさん、あのベースとギターやったヒロさん、あのあえて太ってるヒロさん、うん、とかをすごいにしちゃうと、もうなんか歴だけじゃんみたいな、そのこの子らが同じ歴やったら分からんやんかっていうのがあるから、うん、歴はあまり音家族では考慮されません。吉幸くんもなんかその音歌って、その音の価値と書いて音歌なんですが、がなんか体で分かってる子だよな。同じ鍵盤を叩くでもその強さ弱さ、なるほど、そのね、伸ばす長さ、どんだけ短く切るか、うん、ちゃんと音に感情を乗せれるプレイヤーですね。このからなんでもうほっとってもどうせ上手くなる、うん、だんだん自分で気づいていくし、なんかその僕のとこに音家族にいることで、まだ君たちが知るはずのない知識を教えることはできるし、まだ君たちが到達できないレベルのことを前もって言ってあげることはできるけど、ほっとっても君らはいつかたどり着く、うん、
まあ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 、まあ、1個だけサービスというか、はいはい、そうそう、これもだからリハでも言ったけど、その皆さんはワンピースで言うとルフィなんですよ。これからグランドライン制覇してラフテル見つけてワンピースを手に入れたい。僕は言うたらレイリーだと、シルバーズレイリー、もう一周してきた音楽の世界のね、プロの世界とか。あ、でもごめん、レイリーは言い過ぎやな。あのあれにしよう、赤足のゼフ、うん、グランドライン行って帰ってきたみたいな、うん、制覇したわけちゃうけど、その僕がね、まだみんながこれから見つけていくであろう宝物とか冒険をね、先に言っちゃいたくない部分もあって、うん、あえて言わないとこもあるけど、まあ、君らどうせたどり着くよ、センスあるよ本当に。いやー楽しかったです。またいつでも呼んでください。